ビルライコール・ブルエールは、フランス、ペードラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のかつて存在した、コミューン。現在は、ボーアン・モージュの一部である。モージュ地方にある、アンジュのコミューンである。クリソンの北東1 8トル、南都の東3 8トル、ボープレオの南西8キロメートルのところにある。ブルエールの名が、初めて現れるのは、 ボエリアとしてであるが、1326年には、ブルーリアと記された。1401年には、ラ・ブラオヤーであった。1536年、フラピニエール文書においては、ビリード、EN ジズであった。1668年にラ・ブラオヤーイ・ビラジュー、18世紀終わりには、ビラジュー・ラ・ブラオヤーとなり、1800年まで、ラ・ブラオヤー、1920年までビラジューであった。 フランス革命時代の1793年には、ラ・コマンダリーでヴィラジューと改名させられた。ヴィラジューという地名は、中世の騎士道及び西洋ハネ騎士団のコマンドリーを背景に持つ。軍事と宗教両面の修道会であった西洋ハネ騎士団は、移り住んだ土地から上がる収入を聖地での活動に当て、管轄内の巡礼路の安全維持に役立てた。彼らは、 ビルギュー,ジョーダイと呼ばれたシャトーを町の中心部に建設した。そこはボープレオへ向かう道とジェステに向かう道とが交差する地点だった。1792年11月14日、シャトーは国有財産として売却され、最後は荒れるがままに放置された。19世紀初頭までその意向が見られた。ソースイコール1999年まで l d h イヘス カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。